ははいこんにちはえー、っとですね今日はちょっと雑談をしていきたいと思います。でいつもはですねあのビジネスマン向けにですねあのーまあ、ブログの書き方とか自己啓発の話とか本の消費レビューとかですねそういったものをやってるんですけどもたまに雑談を混ぜてやっていきます。でですね、えー、今日の雑談は よくね駅とかでサラリーマンがねとかがぶつかったぶつかってないでなんか喧嘩してることあるじゃないですかあれについてなんですよ。であれってね結構よくあってあ,のあんまりあ,のああいうことしてると時間の無駄だしよくないんでまあビジネスマン向けに発信してるついでにちょっと雑談もビジネスマン向けに。 やりたいなと思っててでですねあれねあのー、結局ぶつかるじゃないですかであのねぶつかった方はしょうがなくぶつかったって思ってて思るんですよただぶつかられた方はこいつわざとぶつかってきたって思ってるんですねだからあれ喧嘩になるんですよだからどっちも誤解は誤解なんですよねうん。 あのぶつかった方は例えばしょうがないじゃないかとかね道が狭かったし知らなかった気づかなかったぶつかられた方はなんかなんで俺にぶつかってきてんだよっていうふうにそういう解釈にどうしてもなっちゃうんですよねあれ不思議とねだから本来だったらぶつかられた方もねあのいやーこいつ狭い道だったからこの人ぶつかってきたんだなとかあと。 ぶつかった方もああこの人はぶつぶつかられたってちょっと思っちゃったんだな悪かったなっていうふうに思えればいいんですけども結局ねそうじゃないんですよ認識の違いなんですよねはいなのであのー、何かこういうなんか人にぶつ駅でねぶつかっちゃったとかぶつかられたって時はそういうふうに思うようにしましょうそうするとあのー ああいうトラブルねなくなりますから、うん、であのトラブルって結構大ごとになることがあるんですよねあれね本当に喧嘩になっちゃったりとか、あのー、なもう本当に殴り合いの喧嘩になってるのを見たことあるしっていうの本当すごい危ないんで、あのー、基本まあそういうロジックがあるっていうのをねあの分かって。 きましょうよねあれね、うんなんでまあ、結論から言うとまあ、ぶつかった方もぶつかられた方もどっちも悪くないってことなんですねあれねはいなのでちょっとまあ気をつけましょうはいじゃあ今日はちょっと簡単なんですけども雑談としてあのこういったテーマで開けさせていただきました で私のラジオでは、ねあのー、基本的にビジネスマン向けの発信をさせていただいててで聞くだけでわかるようなラジオ形式でやってますので、あのーまあ、通勤とか中とかに聞いていただければいいと思います、はい、何かありましたらコメント等いただけるといいと思います、はい、またよろしくお願いします